爆笑問題、太田光が妻以外で、怖いものを熱弁、あんな怖いことないでしょ。1日放送、ノンストップ。フジテレビ系に人気お笑い芸人、爆笑問題の太田光が登場。怖いものを明かし、反響が起きている。思い出話で盛り上がる。バナナマン、設楽充が MC を務める同番組。設楽とは、旧知の仲の太田は、今回の番組共演について、感慨深いと本音を漏らし、設楽と若手時代の思い出話に花を咲かせていく。その中で、ゲストの意外な一面をクイズ形式で出題していくコーナー、こう見えて、私、では、一見怖いもの知らずの太田の、が怖いんですが問題に。設楽は、奥さんじゃないですか?と共済家として知られる太田をいじると、その通りと頷いていた。太田の答えは?問題の答えは、目覚まし時計の音、飛行機、目薬の3択で、正解は、目薬だと明かされる。設楽や陣内智則、坂下千里子が、なんで、目薬が怖いんですか?と尋ねると、太田は、させないんですよ。だから、目を開けとかなくちゃいけないじゃん。あんな怖いことないでしょと熱弁。目を開けてるところに、水が落ちてくるんですよ。目、つぶれるじゃないと持論を展開したが、設楽らは、大人だったら、だんだん、子供の時はちょっと苦手でもだんだんやれるじゃないですかと反論した。目薬の差し方は、太田はあまり目薬を使ってこなかったので慣れていないと主張。大人になってちょっと物もらいができて目薬差すとき、もう怖くて、ああって言いながら。もうしょうがない、目をつぶってと大騒ぎしながら。目薬を刺すと明かす。つぶっていては目に入らないと指摘されると、上を向いて、目元がびしょびしょになるまで目薬を溜めて、一瞬だけピッて、目を開けるやってと独自の目薬の刺し方を解説し、笑いを誘った。目に入れるのが怖い。コンタクトは、絶対無理。目に何かを入れるってことが怖くて、しょうがないと語った太田。視聴者からは、目薬は、落ちるぞ落ちるぞ感が怖いから、目を開けた瞬間に刺す。外れたら今日はやめる、目薬が怖い。気持ちはわかります。と理解を示す声も寄せられている。